これから見せるものは必ずや我々の勝利の鍵となる。ここだ。これは一体何？何って、要求書に書いてあった物資です。これが柔軟剤に見える？いいえ。ラベルを読んでみなさい。有効成分クロフォルム。出てくる。早く。マシュ、こんなんじゃいつまで経っても物資が揃わないわ。心配ない。紹介しよう。これはディーコン・セント・ジョン。クーリの部隊に入った新人だ。外での調達には彼を使うといい。これ読んで。え？読むのよ。字は読めるでしょ。有効成分クロロホルム、エーテルピネオール、ベンジルアルコール、酢酸。十分ね。いつから？それは任せよう。あとは頼んだぞ、少尉。二人にして。サラ、止まりなさい。サラ、俺はやめて。そんなだって死んだはず。あの時あなたは死んだのよ。サラ落ち着くんだ。死んだ。大丈夫だ。もういないの。俺はここにいる。待って、ちょっとどうなってるの？あの時あんなに探したのに。あの時死んだと思ってた。違う、キャンプが襲われて。ムーザーと一緒に南に逃げたの。ネロのオブライアンを見つけて、襲撃を受けて、誰も逃げられなかったって。もう二度と会えないと思ってた。さあ、なあ、俺とここを出よう。好きなところに行くんだ。待って、ダメ、リーコン、行けない。まさか無理強いされてるのか。違う、あなたは分かってない。これは戦争なの。私たちは必ず勝たなくちゃいけない。戦争なんかする気はない。私には知識がある、役に立てるの。だから一緒にはいけない。ここにいないと。ねえ、あなたもここにいて私を助けて。あとで全部終わったらどこへでも行くから。大佐が呼んでるぞ。了解。待ちなさい。これが要求書。頼んだわ。ここだ。医者を連れてくるから見てもらえ。脈拍は正常です。ひどい火傷だな。どうしたんだ？ああ、ストーブに当てちまってな。ストーブね。手当てしたのは俺だ。悪くない、いい腕だ。どうも。包帯は外すんじゃないぞ。分かったな。うん、ああ、分かったよ。じゃあ数日後にまた来てくれ。了解。どうだ、ドック？問題ないです、健康だ。調達要員ですか？うん、すまんな。残念ながら先約があるんだ。また次にしてくれ。うん、なるほど。ウィザード島の魔女か。
気の毒に。頑張れよ。行くぞ。大軍をどう倒すかと尋ねたな。見せてやる。邪魔だ。なんだよ。どうした少尉。ああ大佐か、すみません、アセトンを入れすぎちゃって。ウィーバー少尉は科学エンジニアだ。研究しているのは派手な爆発、敵を倒す方法だ。ああ、そう、そっち。俺はジェームズ・ウィーバー。ディーコン・セント・ジョンだ。俺の兵器はすごいぞ。でしょ大佐。セント・ジョン伍長は空離隊に入った。外で必要なものがあれば頼むといい。助かるな。欲しいものだらけだ。何作ってるんだ。ナフテン酸とパルミチン酸を混ぜたゲルカ剤だ。ナパームを作ってるのか。おう。あんた詳しいな。ただの勘だ。邪魔したな。ああいつでも。あ、大佐、もう少しです。あと少し。そうか、いい知らせだ。次はどこへ。魔女のとこかな。それではな、少尉。少尉。そういうのは持ち込まないでくれよ。違う違う、堅苦しい態度のことだ。ああなるほど。探してたのはこれだよな。ああ、おお最高だな。ちょっと待ってろ。ほら、ポリスチレン。あの白い梱包材とかに使われてるあれだ。ああわかる。なあ、ところでどうだった、ウィザード島の魔女とは。魔女じゃなくて少尉だろ。そういうのは持ち込むなって言ったろ。もういい伍長、以上だ。さて工房を探さないとな。厨房にあるはずだ。くそ、ブレイカーだ。ブレイカーかよ。ちょ、何。要求書に書いてあった酵母を手に入れたが、量は多くない。あ、大丈夫。手に入れば十分よ。で、気になってたんだが、これは？今は手が離せないの。届けに来たら聞いて。じゃね。あれ、わざとナイフで傷つけたみたいな跡がある。もう。少尉。ねえ、そういうのやめてくれない？はい。確かにいろいろ変な感じだけど仕方ないでしょ。変ってのは、俺が10人以上の野郎と同じ兵舎に放り込まれてるってのに、嫁はテントに一人で暮らしてることとか。リーコ、その上嫁に会えるのはお使いが終わった時だけ。別にどこも変じゃないだろ。酵母ね、ありがとう。あ、パンでも焼くのか。オーブンがいるなら探してくるぞ。違うの、これでウイルス、タンパクを作るの。それが抗体の生成を。でもちろん皮肉で言ったのよね。パンもウイルスタンパクも俺には同じだ。ねえ待って、これを。ありがとう。さっきも言ったろ、残ってくれてよ。ウィーバー、いい加減にして。手柄取られんのが嫌か。出てって。どうしたんだ少尉。ただ話してただけだ伍長。じゃあな。何があった。何でもない。ウィーバーは爆発で何でも解決できると思ってるの。バカみたい。バカだな。ほら。
ありがとう。やめてくれよ。何なの？礼を言うのをやめろってんだ。言われるたびにくだらない要求書を渡されて使いっ走りにされる。くだらない？いや、そう思ってるわけ？そういう意味で言ったんじゃ。私がしてることはくだらない？違う。違わないでしょ。ねえ、そう思うならなんでまだここにいるの？なら教えてやる。俺はこの2年間フリーカーを殺してきた。この手で奴らの歯の間に挟まった肉が見えるくらいの距離でな。だから奴らを一気に始末する方法があるなら喜んで手伝う。でも俺が目障りなら命令すりゃいいだろう。少尉、待って。ディーコン、ごめんなさいね。その、私にはただありがとう、いてくれて助かるわ。さて、なあ、よし、頼まれてたものを持ってきたぞ。おう、助かった。向こうに置いてくれ。取ってもらえるか？よし、問題ないな。で、ウィテカー少尉とはどこまで行ったんだ？何のことだ。よく会いに行ってるの知ってるぞ。お使いだけじゃないだろ。仕事をしてるだけだ。別にいいんだぜ。実はここに来た頃な、俺も口説いたんだ。そうなのか？おうよ、彼女いいケツしてんだろ。俺はケツフェチでよ。で、うまくいったのか？いや、それが地面に叩きつけられて腕へし折られそうになった。いいか、彼女には気をつけろ。相当おっかないぞ。ああ、それは覚えとこう。ああ、他に用事は？ああ、これを持って来てくれ。いいケツだと。見たか、ナパーム火炎瓶。戦争に勝つための秘密兵器だ。化学式を微調整すれば溶接バーナーより熱々に燃え上がるぞ。想像できっか。ああ、整備士やってたからな。なんとなくわかる。他にいるものは？いや、もう大丈夫だ。あとほんの少しだ。ドカーン、吹っ飛ばして焼き尽くすぞ。ぶちかましてやる。サラ。ああ、カウンターに置いといてくれる？ああ、ごめんなさい。ただ時々すごくイラついちゃって。俺はただ次の要求書をもらいに来ただけだ。やっぱりこれあなたには渡さない。どうして？今回は一緒に行くから。行きましょう。すごいな、こんなに色気のない部屋は初めて見た。はいはい、ここにはほとんどいないし、ラボが寝室みたいなものよ。ああ、いいもの持ってるじゃないか。入隊した時にマシューからもらったの。マシュー？大佐よ。ビーコン、ただの銃でしょ。どうした？いや、何も、ただ気にしないで。わあ、しっかりと。捕まるわ。来たことあるのか？一度、こうなる前にね。
学生に生化学業界のキャリアについてプレゼンしに来たことがある。まったく。どうした？ちょっとね、世界の終末を生き延びるための講義にすればよかったなって。行きましょう。いいか？ええ。どうだ？よし。はい、気をつけて。ああ。ひでえな、何があったんだ？開かない。よし、任せろ。大丈夫、できるから。ねえ、言ったでしょ。言ったでしょ、大丈夫だって。ああ、よくやった。ありがとう。話しなさい！サラ！サラ！あ、嘘！ダメ！サラに何かあったら皆殺しにしてやるからな！サラ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 ！ものすごい数で襲いかかってきて。大丈夫サラ、もう大丈夫だから。行こう。大丈夫、ほらもうすぐよ。行きましょう。ああ。大丈夫？俺に聞いてんのか？どうかした？ちょっと出会った日のことを思い出してな。銃を撃ってゴロツキどもを追っ払った後、震えてたのに。あれからいろいろ変わったのよ。ほら、さっさとここを出ましょう。お礼を言ってもいい？ダメだ。そう。でもこれだけは言っておくわ。これ本当に必要だったの。どういたしまして。もうダメ、行き詰まりよ。手伝えることはない。 DNA 合成機持ってたら別だけど。ああ、ならフォートクラマスの自動車部品店で見たような気がするが。リーコン、そんなところにないわ。
またからかってるのね。本当に心当たりがあるぞ。本当に？ああ、クローバーデールのラボだ。ああ、名案ね。クローバーデールは山の向こうだけど。ああ、山なんて越えられるわけがない。山の越え方を知ってるのね。なら連れてって。それは命令か？ええ、じゃなくて、違う、そうじゃない。どっちなんだよ。わからない。連れてってくれるの？厚着しろよ。ねえディーコン。おい、またありがとうって言うんじゃ。準備ができたら教えろ。どこかへ行くのか？大佐、大尉。はい、これから必要な機器の回収に行ってきます。なるほど。仕事はどうだ？ええ、好調よ。リーコ、セントジョン伍長の助力で順調に進んでるわ。彼をつけてくれてありがとうございます。ウィーバー少尉の方も順調らしい。今週末には新たな兵器のテストを行うとか。私もすぐに準備できるわ。少尉、お前はどんな機材よりも貴重なんだ。機械は買いが効くが、お前は効かない。大佐も知ってますよね。自分の身は自分で守れる。行ってこい少尉。では、ウィーバーの兵器を見てみたい。報告も兼ねて。本当にお前が言うほど。嘘みたい。またここに来るとはね。まだ電気が通ってるみたいだな。ええ、それはそうでしょうね。屋上にソーラーパネルがあるから。原子力発電機があるって噂も聞いたことあるけど、見たことないわ。それじゃどうやって中に入るんだ？まあ見てて。電気は通ってるんでしょ。サラ・アイリーン・ウィテカー ID2007659。こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカー。クローバーデール研究所にお帰りなさいませ。最終ログインから751日が経過しています。お待ちください。俺が覚えてるよりもハイテクだったんだな。そうでもない。アイリーに知性はないの。高性能アプリみたいなものよ。アイリー、人工知能応答インターフェースのアイリー。はあ、嘘でしょ。どうした？ちょっとこれなんだこりゃ。食べ物がこんなに。サラ、どうして？これってこんなものが。館内システムよ。自動化されてるの。電力がある限り勝手に育ち続けるわ。おい、すげえな。全部揃ってるじゃないか。ここには食料、水、電気、バカでかいフェンスまで。驚いたな。誰も住み着いてないと。電気が通ってるからでしょ。8000ボルトの電流がここを守り続けてたのよ。ねえ、来て。チキシュ、感染してた。
だからあんなに攻撃的なのよ。それは厄介だな。静かに動けば大丈夫だと思う。なら行こう。ええ。一体何があったんだ。さあね。なんだ。サラ、これはここの職員だよな。知り合いか。ええ、知り合いよ。さあ行きましょう。なんでよ、どうして承認されないの。なあサラ、ここには誰も入れないって言ってたよな。ええ、なんで。もう中にいるのかも。信じられない。きっとそうよ、締め出されてるんだわ。ねえ、中に入れて。襲いに来たんじゃないし、すぐに出ていくから。聞こえてるんでしょ。なあ、他に入る方法は。ええ、考えがある。こっちよ。なあ、俺が先に入るべきだと思うんだ。駐車場で何があったのかは分からないけど、誰かがあのフェンスを越えて入ったとは思えないから。中にいるのは知り合いよ。もしジムがいるなら入れてくれるわ。ジムだって、あの警備員のジムか。お前を迎えに行ったあの時、俺を撃とうとしたやつだろ。それは昔の話じゃない。あれからいろいろ変わったわ。ああ、悪い方にな。サラ・アイリーン・ウィテカ、 ID2007659。 こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカ。クローバーデール研究所にお帰りなさいませ。最終ログインから7分が経過しています。お待ちください。ねえ、言ったでしょ、他のドアは壊れてたのよ。いい？そんな、嘘でしょ。全言撤回か。この世界では誰も信用するな。最悪を想定しておけ。これで納得したわ。手を上げろ。撃つ。手を上げろ。撃つ。殺される。撃たないで。彼は必要よ。いいから手を上げろ。ああ、分かった。言うこと聞くから。よし、動くな。丸腰だ。さっきのは自己防衛だ。黙れ。外で死んでる人たちだけど、あなたが撃ち殺したんでしょ。一体何のことだ。あの人たちは何をしようとしてたの。家族をここに連れてこようとしてたとか。だから殺したの。余計なリスクは負えなかった。立って。待て、待ってくれ。無理だ、やめてくれ。ジム、3まで数えるわ。やめろって。1。何も分かってない。2。頼むからやめろ。3。さっさとドアを開けなさい。分かった、やれよ。なあ、何をしてるか分かってるのか。ええ、ジム、ちゃんと分かってるから。殺す必要はない。頼む。ごめんなさい、余計なリスクは負えない。さあ早く終わらせましょう。
やっぱり信じたくなかった。何の話だ。私のせいだ。どういうことだ。あの時気づくべきだった。グレープルートとかいろんな植物をこの中で育ててたのに、いきなり全部変わった。ラボが封鎖されて、権限も取り上げられて。デイビッドが言ってたのに、何かがおかしいって。落ち着け。デイビッドってのは、デイビッド・ゴーマン、このラボのインターンだった。私、彼に言ったの。ここは最先端の製薬研究所なんだからって。何十億ドルもかかってる研究を潰す気かって。彼は聞かなかった。システムをハッキングして侵入したの。これが機密プロジェクトだとかなんとか意味不明なことを言い出して。機密プロジェクト。正義の味方にでもなったつもりだったのよ。このことを世間に全部暴露するって聞かなくて、悪の帝国を暴いたデイビッド・ゴーマン、世界を救うってね。私、彼の話をまともに聞かなかった。考えすぎだって言ったの。きっとラボに侵入して、ここで極秘に作られてた何かのサンプルを盗んでったんだわ。よくわからない。どういうことだ。しばらくしてから私も気づいたの。刺されたあの日、フェアウェルにあるクローバーデールの事務所に行ってデイビッドを探したんだけど、もういなかった。2週間も前からね。ちょうどその頃ポートランドで大きなカンファレンスがあったの。デイビッドはそこで記者に会ったのよ。その時感染してたのに気づいてなかったんだわ。まさか。そしてその2日後にはカンファレンスの出席者は全員感染してて、そのまま飛行機に乗って帰って行ったのよ。翌週には25億人が死んでた。それはサラのせいなんかじゃない。そんなの止められるはずがないだろ。分かってない。これは私の研究が関わってたのよ。こうなったのは私のせいなの。あいつらに利用されてた。